広高等学校はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島の広地区に2つある公立高校で1976年にワイアケア高等学校が開校するまでは広地区で唯一の公立高校であった。広高等学校は1906年に始まり1909年に最初の卒業生を出している。当時、広の近くには30マイルも南にカウ高等学校。 パハラ小学校と同距離北に、ホノカー高等学校、中学校しかなかった。ヒロ高等学校は2回目の移転で、現在のワイヌエヌエ通りに移った。通りの向かいには、ヒロ中学校がある。スポーツチームの名称は、バイキングズである。なお、ヒロの2番目の公立高校、ワイアケア高等学校が1980年に卒業生を出していて、そこのスポーツチーム、 ウォリアーズがヒロ高校チームの公的手である ABC ヒロハイスクールハットヒストリーオブ HHS ありがとうございます。